ディッカルド・サポナーラは、イタリア・フォルリ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。スペツヤ・カルチョ所属。2008年から、ラベンナ・カルチョで、プロキャリアをスタートさせ、翌年にエンポリー FC に移籍した。2013年1月、AC ・ミランへ2012の13シーズン終了後に、移籍することが決定した。背番号は8番。 しかしミランでは1年半で8試合の出場に止まり、カップ戦でも出場機会は訪れなかった。2015年1月16日、出場機会を求めて、フルスのエンポリエ FC へ買取オプション付きレンタルで移籍。2015から16シーズンには33試合に出場しご得点10アシストを記録し、再び市場価値を高めた。 2017年1月28日にアッコフ、フィオレンティーナへ買取義務オプション付けでレンタル移籍することが同クラブ公式サイトにて発表された。契約は2018年6月まで。2018年8月17日に UC、サンプドリアへレンタル移籍。2020年1月22日、US レッチェにレンタル移籍した。2021年1月5日、 スペツヤ・カルチョにレンタル移籍した。イタリア代表として各年代でプレーし UEFAU-21 欧州選手権2013にも出場した。ありがとうございます。